そんな感じでですね、これ初めての実験です、はい、伊藤さん、伊藤さんちょっと前に出てください。はい、おお、あ、懐かしい景色。いやでもだいぶ綺麗になったんですよ、めっちゃ綺麗になってる。イノシシがいねえこれね、北平原って呼ばれる場所で、はい、にいやおなじみの場所なんですけれども、まあ比べてみていただければ分かると思うんですけど、すごい良くなる。伊藤さん超すげえ。魔物いないじゃないですか。あ、これあれなんですよ、日中モードで、魔物って日の当たるところには出られないんですよね、はいはい、で、出られないんですけど、今から伊藤さんが無理やり置いてくれるってさっき言ってたんですけど、置けます置きます。こうやってデバッグモードで置きます。魔物は召喚獣ではありませんはい、呼んでください魔物。はい、生まれた。ああでもちゃんと今新しいけど、なんか懐かしいというか、いやレプリカントだなっていう気がする見えか。あ、エネミーのデザインとかはね、レプリカントまんまになってます。ただモーションとか非常にブラッシュアップが入ってます、ね、すごいかっこよくなった。あ、弾の形もちょっと変わりましたね。こう伊藤さん、これ遊びどころはどこですか、おすすめしたいポイントは。これはですね、原作と比べてさらに魔法と武器攻撃を複雑に割り混ぜて気持ちよくバシバシ戦えるようになってます。あ、今打つかいいですね。これね、黒の槍は、ね、前作は移動しながら打てなかったんですね。そうですね。あ、チャージが移動もでしながらもできるし、通常攻撃しながらもできるんですね。よりアクション性が高まったから、ね、そうです、ね、他の魔法も出た手、でっけえパンチ。ちょっと一緒に武器も変えちゃいましょうかねもう武器もゴリゴリ持ってるもう全店ですまあまあ、ニアはね、武器も大事ですからね、ウェポンストーリーとかも楽しみですからね。あー、でもなんか懐かしい、なんかちゃんと綺麗になってるけど懐かしいな。産み落とされていくどうですか安本さん、もう10年ぶりぐらいに見たこのゲーム画面。いや、なんか爽快感上がってますね。スピードがちょっと速くなったのかな、やっぱ。そうですね、うん、それは面白そうですね、はい、結果的にいろんな不具合が出てる気がするんですけど、そこはもうまだ間に合う、来年の4月だ、まだ間に合う今頑張って伊藤さんがチューンアップしてます、はい、伊藤さん間に合うんですか、来年の4月。間に合わせますさっき発表したそうですまあでもね、粘れるだけクオリティ上げたいっていう。空中で黒の槍打ちましたね。黒の手も打ちます。お、すごいすごい。そんなのもできるんだ。なるほどなるほど、おもろい。まあ、新しい、ね、遊びがね、いろいろ試せるかと思うんですけど、はいはい、この辺の細かいところはまた多分おいおい放送でやらされる羽目になると思います、はい、あ、パリングみたいなのもかっけえ。なるほど、ありがとうございます。すごい